こちらのワインですね、毎年ボジョレ・ヌーボーというワインが日本に入ってきておりますが、そちらの地域で作られるワインになります。ヌーボーって言いますのは、直訳しますと新酒という意味になります。ですからボジョレ地方の新酒が毎年入ってきますということで、日本では非常に賑やかな、華やかなワインとして知られているかと思います。まあ、時差の関係で日本が一番早く入るということでヌーボーがもてはやされております。その近くで作られてますこのワインですね、ルーガメイドベローといいまして、ブドウ品種がガメイという、まあ、ラベルにガメイと書かれてますが、ボージョレー地方で作られるブドウ品種の主要品種になります。特徴はすごく若いタイプでも楽しんでお召し上がりいただけるようなタイプで、合わせられるお料理はそうですね、鶏肉をさっと火を通しましてサラダにしたものですとか、あと生ハム、スカルゴなんかがよく合うんではないかと思います。